こんにちは、伝説の D です。さあ、あと少しで開催されるデスノートコラボ、本当に楽しみですよね。なんとその最新情報が今日公開されてまして、その内容がめちゃくちゃ衝撃的だったので、今回はそれを共有していきたいと思います。皆さん、まずはこちらの動画をご覧ください。僕は新世界の神となる。エルデス、さあ私を殺してみろ。目を持ってるミサの方が強いもん。さあ、いかがだったでしょうか。いや、まず音楽がめちゃくちゃかっこいいっていうね。いや、ちょっともう喋りたいところがいっぱいあるんですけど、いやー、これめちゃくちゃ公開されましたね。この今回のコラボキャラクター、弁護士、そして囚人、機械技師、マトカゲ、結局なりましたけれども、そのまあ見た目というかがね、見た目がこう公開されましたけど、やばいよね、リュウクのこの完成度なんていうの、このもう再現度か、やばいよね。そのまんまだったんですけれども、実際にゲーム内ではどうかというと、いや、再現度高い再現度めちゃくちゃ高いな。いやいやいや、かっこよすぎるでしょ。やっぱり似合いますね、マトカゲと。いや、僕もね、今回マトカゲと来ないかなって予想してたんですけれども、実際来てくれましたね。本当にこの空飛ぶ感じとか、マジで合ってますよね。そして、主人公の八神ライト君。いや、かっこいいね。かっこいいね。弁護士ですからね、めちゃくちゃかっこよくなって、いや違う、言い方が違いますかね。弁護士はもともとかっこいいですけれども、もうかっこいいですよね。この八神ライトはまた別のかっこよさがありますよね。そして次、囚人エル。エルの見た目、いや、見た目かっこいい。エルのところちょっと少ないですけどね。いいところだというところでさ、今回の目玉のところでこれですよ、これ。これが一気にも話題性をね、ツイッターでも一気にドカーンとね、話題になりましたけども。ちょっと待ってよと、こういうなぜミサミさんからミサミさんが出てくるんだっていうところですよね。これさ、本当なのかな。考えられるのはもう機械技師のロボットとしか考えられないですよね、ここで出てくるっていうことは。マジでびっくりした。いやいや、今回ミサミさんの、衣装はロボットは実装されないのかなって思ったんですけど、デスノートのね。ですが、まさかまさかのミサミさん本人が出てくるというところでございます。いや、びっくりだよね、これね。いやー、みさみさん、いや、これやばいんじゃない。機械技師が一番の当たりじゃない、普通に。いや、まあまあ、皆さんのね、好みもありますけど、本当にここまで来るかっていうところですよね。いや、ロボットまで変わってしまって、しかもみさみさん本人が2人、実際ね、最初の方とか、どっちがロボか判断つかないよね。まあ、このね、まあ、見た目がどういうものなのかね、まあ、デスノート見たことがない人は分からないと思うんですが、まあね、こうやってミサミサが拘束されるシーンがあるわけですよ。そのシーンの状態というところで、まあ、そのシーンだとね、ミサミサの、まあ、心というか考え方というかね、なんか記憶がない状態、まあいろいろ記憶が、ね、ない状態で、まあ、別人みたいなもんなんですけれども、だから、まあ、ロボットにしたのかな。ね、どういう考え方をしていけばいいんだろうね。まあ、ある意味結構ミサミサってその主人公の八神ライトの言うことを何でも聞くというか、もう忠実にね、何でもしてくれるっていう点では、まあ、ある意味ロボットっていう例えでもできることもできるかもしれませんが、これは誰も想像しなかったんじゃないでしょうか。まさかのミサミサ本人がロボットになって登場するということでございます。いや、ほんと楽しみですね。マジで楽しみ。絶対全部回すからね。完成度やばいし、そしてこのね、このミサミサの死神、レムもね、ペットとして今回登場しております。いいね、最安、いい。
いいデスノートの世界が第五人格に来てるね。さあここの空飛ぶシーンもいいね本当に。いやめちゃくちゃいい、かっこよすぎる。あー盛り上がっております。いや今回本当にその公式さんもねいろいろツイートされてまして、めちゃくちゃ気合が入っているというところでございます。はい、それでねまた別にこの、まあ、デスノートのコラボキャラたちの、まあ、このなんて言うんでしょう、まあ、この待機画面の情報もすでに公開されてますので、ぜひ一緒に見ていきましょう。うわーうわー怖っ怖っ怖いわー。ホラーゲームっていうことを思い出される出すよね。いや本当にすごい。デュークのデスノートを使った人間が天国や地獄に行けると思うな。やば。僕は矢神ライト、夜の神に月と書いてライトと読ませるんです。この時計ね、本当にこの時計大事な。うわこの顔、この顔よ。うーわーうー痺れますね。あとデスノート見てる人からしたらマジで新世界の神となる。あーいいえ、なにこれ。あえーの高速、僕の目を見てくれ、これが嘘をついてる人間の目か。そこも取り上げるんだ。さっきのみさみさんのあのロボットのやつと一緒で、まあ、矢神ライト君もね拘束されるシーンがあるんですけれども、ここも取り上げてくるんですね。そう本当にねもう僕の目を見てくれ、これが嘘をついてる人間の目か。いやでもぜひこれはやっぱりね原作というかアニメをね見てほしい。皆さんに漫画アニメなんでもいいんですけれどもぜひ見てほしい。本当にこの作品はマジで面白いんでね。なんで死神の目を持つ、かわいい。自分の寿命が見えないのかもう一度よく教えて。いや可愛すぎる、可愛すぎない。ちょっと待って待って、やば、待って待って、さっきはロボットに目がいっちゃってたけど可愛すぎる。うわめっちゃくちゃ可愛い。これが機械技師。おっと待って、目が光った。私はあなたの目になる。目が光った、これね。そう死神、まあちょっとやっぱりどこまで言っていいか難しいけどね。これって数年後とかに目の色が変わったりするんですかね。私はあなたに利用されるだけでもいいの、信じて。本当にみさみさね、この主人公矢神ライト君のこと大好きでね、本当に可愛いキャラでね、本当に最高なんですよ。夢です、正義は必ず勝つということを。いい、この不気味でかっこいい感じ。あーうわー、だがヘルという私は実在する。さあ私を殺してみろ。キラという大量殺人犯は必ず存在する。そして必ず捕まえる。あーいいですね。でもいいね、わあかっこいい、楽しみすぎる楽しみすぎる。ということで今こんな感じのデスノートの情報でございました。今月の、ね、5月の27日からかな、木曜日から、こちらのコラボイベントが実装されますんでね、ぜひ皆さんチェックしてみてください。動画見てくれてありがとう。これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。